もっと聞いてね MBS。 昨日ね、私東京に出張に行っていましてね、で、まあ、年末ですからね、もういろんな特別番組で、まあ、いう特番ですねの収録や撮影などが次々と行われていて、もう本当にまあちょっとずつ忙しくなっているんですけど、昨日東京出張でキヌタスタジオって皆さん聞いたことあります？今 TMC というのかな、あのね、すごく、私もよく知らないんです。ローカル局の人間で、しかもアナウンサーだから、もう全然その辺に縁がないんですけど、東京の放送局の人たちはよく利用しているスタジオのようでですね、住宅街の真ん中にあるんですよ。もう目の前が普通のアパートで、横も、どっちもアパートみたいなところで、そこに大きなスタジオがありまして、で、いろんな放送局の人たちがそこを利用して撮影をしている共同出資感が できたようなとこなんですよね。で、そこの入り口には有名な喫茶店があって、で、そこのお店を任されているマスターの方は白髪で眉毛が長くてちょっと有名人だったりするんですけど、でもこんなところにものすごくいっぱい芸能人がいるのに、周りは普通の住宅街で別に出待ちをしている人がいるわけでもない、なんだか不思議な空間なんですけどね。まあ、キヌタスタジオっていうと、私も小さい時からテレビっ子だったから、もうこういうところがあるっていうのはなんとなくね、宮崎県の片田舎でずっとそれを見ていたからね、憧れの地じゃないですけど、まあ、あのキヌタかと思いながら、まあ、行くんですよ、たまにね。私は二度目、人生で。ね、ローカルアナウンサーは2回ぐらいしか行けないんです。で、まあ二度目でですね、まあ昨日何しに行ったかというと、池上彰さんっていらっしゃいますでしょ、大変も有名な方で、もう NHK でずっと記者をされていて、私たちは週刊子供ニュースを見てましたからね、もう説明がすごくわかりやすくて、スクープくんっていう豚のキャラクターが出てきてね、鼻がカメラのレンズになってるんですよね、豚なのに。で、ニュースをこうわかりやすく解説してくれる途中で、こうここでなんとかだみたいなので喋るんですね。で、池上さんが一応お父さんという設定で、奥さんが柴田理恵さんだったかな、かなんかでしたね、確かね。で、子供がいてっていう。で、こう、ニュースを解説してくれる。日本の大事な法律を決める会議で、みたいな、そういうこう、平易な言葉でニュースを伝えてくれるから、ああ、わかりやすいなと思って、大人になってからも見ていたんですけど、あの子供ニュースをやっていた池上彰さんですよ。って説明しなくてもみんな知ってるんでしょうけど、この池上彰さんに、まあ、来年のニュース、それから今年のニュースも振り返って、来年絶対こういうところを見ておいた方がいいとか、皇室の、ね、今回は、元号が大きく変わるっていうんで、どういうところに注目した方がいいですかというようなことをインタビューしに行く。まあ贅沢ですよね。今日本でニュースを語らせたら右に出る者はいないというくらいに人気のある方に、もう 何聞いても知ってる人ですよ。本当にもう学者さんのような、もうアナウンサーのような、なんというんですかね、もう理想的な人物みたいな感じの方に、神様みたいな人に見たら、まあ話を聞きに行ったんです。まあそれは言語が変わるので、言語とはそもそもどういうものなんですかということとか、どういうふうに決めているんですか、まあ、この細かいインタビューの内容は30日に放送されますサタデープラスの番組をご覧いただきたいなというふうに思うんですけど、喋っていて思ったのはですね、池上彰さんは本当に分かりやすくニュースのことを解説してくださる方なんだけど、その打ち合わせの時ね、すいません池上さん今日よろしくお願いしますって言って、まあディレクターが行きますね。で、私も横にいて、どうぞよろしくお願いいたします、ローカルでアナウンサーやっております福島と申しますって言って、で、まあこういろいろ台本をもとに、台本と言いますか、こういう質問項目、こういうこと聞こうと思ってるんですよということもある程度事前に説明をして、そこからまあ撮影をしていくんですけど、まあ撮影しだすと全然違う方向に走り出したりしちゃうんですけどね。で、その時にこう池上さんと喋っていて思ったのはですね、確かにニュース解説も面白いんだけど、その合間合間にですね、ちょっと放送で言うには攻めてるなっていうような冗談を結構入れるんですよ。言ったらそれは時事を切っているような、こう時事ネタというのかな、そういう、こう昔のニュースのことや今の政治のあり方なども絡めた、すごくウィットに富んだですね、大人のジョークをね、バンバン入れてくるんですよ。
これが面白いから打ち合わせ中ずっと笑ってて、じゃあ本番入りますで、本番入ったらすごく真面目なトーンで何でもきちんと教えてくれるっていうことになるんです。私はこの打ち合わせの時間が本当にね、なんか幸せで、今日ここでいっぱい言いたいけど私の知識が足らないのと、あとあまり言うと問題になりそうなこととも含めまして、ちょっとまあ言えないんですけどね、本当に面白かったんです。でも私は池上さんは別にメディアに出る必要はないと、ラジオじゃなくて、私ラジオとかテレビではなくて、私はねもう寄席で喋った方がいいと思うんです。繁盛亭とかに出た方がいいと思う、池上彰の政治漫談で出た方が絶対受けると思います。本当に面白かったですね。まあちょこっとずつそういうこう雰囲気の部分っていうのは放送でも出ると思いますんで、ぜひ楽しみにしておいてほしいなというふうに思ってはいるんですけどね。池上さん面白かったですね。東京で頑張っている人たちって、だって67歳ですよ。67歳であんなにこう格尺としてと言いますか、もうスマートで素敵で、で一度だけですね、私 MBS の特番で池上さんの番組出していただいたことがあるんですよ。で終わって、まあ、打ち上げじゃありませんけど、まあ、収録後のお話をする会みたいなのがあってですね、まあ、食事をしながら、池上さんお酒飲まれませんから、そうみんなでこう食事を囲んで話をするんです。もう内容は本当に世界のいろんな世界事情、情勢ですね、それは経済政治含めて、それから宗教問題、戦争今後どうなっていくのか、オリンピックの招致でどういうことが日本に起こるのかというような話などもずっとこうしながらこう食事をするんですよ。すごいおかずだなと思いながら私はビールを横で飲んでたんですけど、池上さんにね、そんなにこうニュースのことを私たちみたいなこんな時間まで解説してくださいますけど、お休みの日何してるんですかというちょっと砕けた会話をしないとこっちのバカが露呈すると思って、そういう話題をこう持っていこうとするんですけど、いや私は休みの日はずっと本を読んでいます、移動中も本を読んでますねっておっしゃるんですよ。じゃあ休みの日にね本を、じゃあ休み、本当に休みもらったら何しますかって聞いたら、本を読みますって言うんですよ。じゃあもう分かりました、じゃあもう本ちょっと一回忘れて、本も読んじゃダメ、本禁止で、お休みってなったらどうしますかって聞いたら、本の整理をしますって言われて、この人本当に勉強熱心な方だなと思って、私の中ではもう五光が差しておりましたですね。まああんまり特定の方を褒めすぎますと、いろんなところから矢が飛んできたりして、まあ、困ることもあるんですけど、でもやっぱりまあ尊敬できる方だなと思って、私もちゃんと勉強しなくちゃいけないなと、放送に向かうというマイクの前で喋るっていうことはやっぱりそういう姿勢が大事なんだろうなと、酒飲んで管巻いてばっかりしてちゃダメだなということをですね、昨日撮影が終わった後番組のスタッフと一緒に喋りながら立ち飲み屋で飲んでましたですね。人間というのは本当に業の塊だなとつくづく思っております。